肘城市前にある、ホワシ万里像、ホワシ万里家園五年六月十四日は、文語国日出藩出身の江戸時代後期の儒学者、形成家、肘半家老。字は、法教。号は、具体など。三浦梅園、広瀬丹僧と共に、文語三賢の一人と言われる。父は、肘半家老のホワシ道文。1791年、14歳の時、脇乱室に学び、 21歳の時に、父の道文に付き従って、大阪行き中い築山に学ぶ。24歳の時に、築前に行き亀井南明に会い、翌年、25歳の時に、京の京都の皆川京に、学ぶ。その後30歳前後には、一人前の学者となって、肘藩の藩校の教授に任じられる。藩主、木下俊哉は、万里の家宅内に、京古堂を設けさせ、 藩主の指定教育に当たらせる。後十五代春ほどは城内に学者を設立し、地道館と名付け、稽古堂で講読を終えた後、藩校地道館に入学するようにした。さて、ホアシ・バンビは1832年に一室藩家老となり財政改革に行った。当初は、藩主の木下俊志厚からの懇望を受けたが自して承諾せず、一度任せたからには、 後から口出しをしないという約束のもとに、これまでの過労をやめさせ自分が言うのを、公正を見込んだ人々を役職につけ、権約を胸とし、自らそろばも取り、藩の帳簿を調べ、これまでの役人の不正を明るみに出した。改革の3年後には、大いに成績を上げ、藩が大阪商人に借りていた金を返していく方針が、立った。しかし1835年2月に、 病を理由に過労を辞職することになる。実際の過労辞職の原因は、子孫のホワシとなん次が、根本は彼の春元下段に過ぎた改革を片っ端から会話していった、繁情に飽き足らなかったからであり、事態の動機の一般は、中性豪直な彼と藩の機械主義者たちとの間に、積した感情の対立であると述べているように、厳しい改革を行ったホワシ万里と、 それに対立する藩内の抵抗勢力との間に、圧力が生じたためである。過労職を実施した万里は、中の町の旧宅に移り住みそこで家塾を開く。その後、天保13年に65歳のホア万里は、文語南端村目狩りに、私塾西少女を開いて、指定の教育を始める。しかし、高下4年4月10日に万里はにわかに門人を、引き連れて、 京都に立ち、翌年まで、東福寺の最新邸に滞在する。これは、京都に大学を起こして、教育によって、朝廷の意向を増そうと朝廷に進言するためであった。元藩主、木下俊敦と弟子の説得により万里は、日室に戻ることになり、再び日少女で数年間教えていたが、家営4年に病気になり、日少女をおかまつかめ谷の弟子に任せて、 日室二の丸に移り住む。翌年の海江五年に七十五歳で没する。体は弱い方だったが、人一倍衛生を重んじ、食物に気をつけて養生したので長命を得たという。明治四十五年、十四位を追蔵された。万里は、経学、史学、形成の学に先進したと言われるが、一方で、自然哲学者、三浦梅園の影響により、給理学に関心を持ち、 40歳頃から藤林、広山の薬研を手に入れてオランダ語を習得し、ヨーロッパの自然科学を学んだ。その蘭学の範囲は、天文、物理、博物学、医学、地理などにわたる。皇室を尊びながら偏境ではなく、文下に西洋について学ぶものが多く出た。前八巻からなる番里の著書、旧律は、日本における、 自然科学史に画期的な文献である。明治年間にオランダのグイトフルベッキが旧キツ通の説を聞き、江戸時代の科学の進んでいたことに驚いたという。万里は算数学や自然科学を史について学んではいないが、肘半軍奉行で領内各地を調査し、知史、図跡を十12巻を記した二宮健全に質問して多くのことを学んでいる。 これによって22から23歳ぐらいの時に、旧理通の前身とも言える章を表し、死の脇乱室に序文を依頼している。しかし誤りも、多いことに気づき、40歳ぐらいの時に、再び乱学を学び、門政で乱語に長じていたものを長崎に、使わし物理書と辞書を入手し、乱書を訳して、旧理通を表した。旧理通は結局生前には交換されず、 没後の安政三年に、弟子の岡松亀谷によって、うちの三冠だけが木版交換された。旧理通に書かれているのは、原歴、大会、商会、地球、引力、大気、発気、書生からなっており、自然科学、特に物理の書物としては日本で最初部類に属するものである。論語、大学、中洋、孟子の四書に対して、 万里が注釈を付した書き物である。学派にとらわれずに、さなざまな学派の良い部分を採用しつつまとめられている。五経のうちの、諸教表中、収益表中は、訂正を行い完成するが、他の春秋、死教、来期は未完である。幕末の時代に、万里が、社会経済、国防の改革を論じた書が三巻からなる、あずま仙、夫論である。その内容は、 王室、ハフ、諸公の三校で構成されている。王室第一では、朝廷が文教と礼学を主導して、文教では儒学をはじめ蘭学、仏教学、国学の振興に努めることを主張している。ハフ、第二は、幕府が政権を担当し、強力な中央集権制を確立するために、普代大,大名の配置、公差制、貨幣制度、都市計画、学生、 人員対策、外国貿易、エゾとカラフトの開拓など、諸改革及び、新政策採用と、積極的な外国の侵略防備策を主張している。侵略防備策として、西緑当然に備え、洋式大観建造大砲、鉄砲の充実と訓練、大名城郭の石像、南北国境に大名を封じ防御体制を、充実すべきことを説いている。 諸行第3では、不正と賄賂の横行により乱れた反省の写真を行う必要があること、さらには、武士土着と江戸ルス教大阪倉屋敷も乗ルス居の廃止などを勧告している。万里の本領は文章にあるとする見方は、生前からあった。彼は、古文を衝動して、更新に教え、その古文は、お牛そら来と異なり、文字ではなく、文体を古代に則る。つまり、 新刊以前の文を模範とし、闘争以下の文を骨力がなく軟弱であるとして、軽論じた。例えばその著書、色産危機埋めたけ行為時などは、警官にして動かすべからざるの力ありと評される。安政三年に刊行された、旧理通の序文で岡松亀めたには、先生この書を選び、己にはことをもってに、三条を、訳し、達也からに授けてさらになすに刊文をもてせしむと、 十回している。自然科学、物理という学問領域においても、ホアシ・バンリは、その思考、思想的な根本には、文体を個体に乗っ取ることに重きを置いていた。ホアシ・バンリには、ホアシ・下ンの十・アキラと呼ばれる弟子たちがおり、それには、勝滝大鳥オー関小川、吉良子霊ベラーズ・マ・タカシ、中村立・立園野本城、玄元シロ、ゲ後藤白ダ 岡松亀田に、毛利リソらが含まれている。また、近隣の部全国中津藩にも兵されて、野本白岩、福沢百助、村上玄水など数多くの門人を抱えた。本来は学問の道に進んだ万里であったが、父のホアシ道文と同じく、ホアシ里は、肘藩家老として、財政再建に着手した。これは、 ヒジハン十三代藩主の木下俊志厚の要請によるものである。約三年の過労職を辞して後、門邸の干渉側、その後も同じく門邸のベラーズマカ氏がヒジハンの過労を務めおり、政治においてもヒジハンにおけるホアシバンディの残したものは大きかったと言える。また、ヒジハン十三代藩主、 木下俊志が万里を過労に据えており、特に万里に対する信頼が厚く徴用した人物である。また十五代藩主、木下俊ほども、万里の表した西以降の序文を書き、木下俊ほど自身の文集、豊香山ん有子も同序文が含まれていることから、学問と政治の両面における深いつながりがあった。万里は、東千夫論オットロンで、 西力当然に備え洋式大艦建造、大砲、鉄砲の充実と訓練を唱えている。ホアシ・バンリは反射路と大砲鋳造を宇佐郡佐田村の各重み熊に進めており成功している。またこの大砲を製造のための顧問に赤三像を推薦したのもホアシ・バンリである。赤三像は嘉永2年に判明により、長崎で高島周藩と山本厚和について、 西洋法術を三年間学んだ人物であり、万里の弟子でもあった。またこの石山像の父は、肘藩画廊でかつ、万里の門弟十明の一人干渉側である。日出の郷土歴史家の大竹義則の表した、洋上人物像、あるいは、大井竹仁人伝によると、この標法改革は、藩主、木下俊ほどが企てたもので、メラ・アズマ、秋山太郎、 そして石山像に立案を命じ、その標法改革案の項は、新武流と命名されたとある。メラ・アズマや石山像といった、ホアシ・バンディの弟子たちがこの標法改革に関わっており、また晩年のホアシ・バンディ自身も、この計画のために、弟子の石山像を推薦し、各おもんみくまに反射炉を作らせ、大砲中像を命じていることから、この標法改革は、かなりバンディの意見が、反射。 木下俊ほどに聞き入れられ実行されたものであることがわかる。ありがとうございます。